初めまして、いやどっちかというと久しぶりですっていう方も多いのかな。こんにちは。いきなり出てきて、おいお前誰だっていうような声が聞こえてきそうですが、私はもともと2020年の6月から1年と2ヶ月の間、ゆるか旅行っていうチャンネルをやらせていただいていたんですが、でもどういうわけかですね、この前上げるはずだった予定の動画がちょっとコミュニティガイドラインに違反して映って YouTube に消されてしまいまして、動画消されただけだったらまだいいんですが、なんとチャンネルまで削除されてしまいまして、それでここから YouTube もう一回やり直そうかなとか迷っていましたが、でも結局やり直すことにしました。ゆるか急行に化けて出ました。まずね、なんでイルカ流行からイルカ流行に変えたのかと言いますと、イルカのところ何かアルファベットだったんですよ、もともとイルカ流行っていうのは。でもそれをひらがなに変えたのは、なんか今までね、ずっと今まで自分でイルカ流行っていう風にインスタとかツイッターとか打ってたのが、なんでいちいちね、アルファベットに変換するのがめんどくさかったから、だったらもうずっと前からね、ちょっと実はイルカ流行のまんまでもカタカナにしたい、ひらがなにしたいと思ってたんです、イルカの部分。でもね、それでもうどうせ結局そのまま行きましたけど、でもそれせっかくチャンネルが変わったんだったら、そこをもうひらがなにして改善してしまおうって思いまして、イルカをひらがなにしました。それから休校のとこ、なんで旅行が休校になったのかと言いますと、いや前ね、イルカ旅行の方は電車とかバスとか船に乗って、旅行に行く動画をアップするっていうのがもともとの動画の、目的だったんですが、でしかし最後の方の、何十分かは全部路線紹介になってたんですよ。それはもうほとんど旅行の要素がないって私は思いまして、そういったらもう全部電車要素のチャンネルにしましょうかなって思いまして、それがイルカ休校っていう休校になりました。それぐらいですかね、あとアップする動画はだいたい10分から15分程度、長くても20分にはならないようにしたいなっていうふうに思っております。なんでかっていうと、イルカ旅行のチャンネルの時に33分の USJ の動画を上げたんですが、それがちょっとあんまりちょっと長いんじゃないかっていうふうに意見をいただきまして、それで、全部分割するようにしましたので、だから大きいところ行くとか、あと長い路線に乗るとか、それどうしても動画が長くなりそうな時は何本かに分けてお送りしたいなと思いますので、その点も、ご理解のほどよろしくお願いいたします。それからイルカ休校になったのにオープニング見てイルカ旅行じゃねえかって思った方はいるかもしれませんが、あれはね、ただ単にイルカ旅行の部分をイルカ休校に置き換えるのがめんどくさかったから、あのまま使わせてもらうことになりました。ですのでちょっと違和感がね、残る方もいるかもしれませんが、そこはご了承ください。あと、そうだ、基本的にはね、うちのチャンネルは週に1回の投稿でございます。明日から毎週明日にも1本初投稿となる動画をアップしますので、明日から1本1本上げていく感じになります、毎週ね。ではね、一応高校生なんでテストとかもあるし、あとこのご時世なんで外行って撮ることができなくなって、撮りためてたやつがなくなったとかなれば、また全然2週間に1回とか、なんならずっと公開しなくなる時もあるかもしれませんが、逆にいっぱい動画作りすぎたとか、動画の時間が余裕があるとかいう時は、1週間に2回公開したりすることもありますので、それで埋め合わせできるかな、できたらいいな、そんな風に思っております。明日はね、クマさんの北海道に行ってきましたね。そのクマ牧場っていうところね、クマがいっぱい飼育されているところに行って餌をあげるっていう動画をアップしますんで、クマさんがね、こう餌求めたりする姿とかとっても可愛いんで、またお時間に余裕がある方はぜひご覧ください。それでは初めてご覧になる方もいるかと思いますし、あとイルカ旅行の時から見ていただいていたよっていう方いるかもしれませんが、皆様今日からイルカ急行、このチャンネルよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。